某店街並みこんな感じです。すごいね、大きなビルがたくさんあります。こちらにもね、すごい大きいホテルかなあります。ほんとすごいですね。今某店の宿を探しに来てるんですけど、はじめ100万キープって言われて、で近くのおばちゃんが言ってくれて、20万キープで違うかっていうことで言ってくれました。ありがたい。さて、いくらで泊まれるだろう。店のオーナーにタバコいただきました。20年ぶりぐらいのタバコです。タバコくれるということで、よう断らなかったです。はい、ということで、25000キープ、あ、ごめんなさい、25万キープです。25万キープのお部屋です。いや、うん、もう十分でしょう。はいね、はじめね、100万キープから25万キープ、いや、4分の1に下がったと思えばもう十分でしょう。僕の知り合いの方が言うにはね、21万キープであるということなんですけど、まあまあ25万キープ、落としどころの値段でしょう。約某店ね、到着したんですけどね、ATM でお金が下ろせんかったです。中国の銀行があるんで、中国の銀行、行ってみようか。どうなるんかと思ったんですけど、お金ちょっと下ろしてきてなくて、でも、一件なんとかね、あのカードが通った。助かったー。これ飯食えんとこやったで今日。で、こんな感じでね、もう、すごい、もうお腹がね、ガラスもボロボロ。じゃあちょっとね、いろいろね、探索したいと思います。こんな感じですね。こちらね、僕の左手にあるのが貧民街ですね。貧困層が住んでるエリアになります。雨が降ってきた。こんな感じでね、コトコト煮込まれてます。すごいいいお出汁が出てそうですね。それじゃあ皆さん、お疲れ様です。乾杯。はい、ということで、到着しました。めっちゃ美味しそうです。ラーメン、うどんかな。じゃあね、いただきます。あ、美味しい。あ、胡椒とか結構効いてますね、で肉。はい、ということで、美味しくね、お料理いただきました。むちゃくちゃ美味しかったです。ちょっと辛めなんですけど、辛いめが得意な方は絶対もうドンピシャだと思います。至る所に、建設途中のマンションとかがあります。はい、ということでね、ちょっとね、小腹が空いたし、何か食べに行こうと思います。中華料理のお店になると思います。じゃ早速ね、ちょっともうピンクのネオンが顔に、ついて、ちょっと顔ピンクっぽくなってるんですけど、隣ちょっとピンクのネオンがついてます。じゃ早速ね、店内に入って食事したいと思います。ということでね、某店の、飲食店に来ました。で、焼肉っぽいやつを注文して、こんな感じでね、なんか袋入りの、お皿が来ました。はい、店名とかはちょっとわからないんで、本当にもうごめんなさい、ちょっとね、漢字読めないんで。あ、来ました。あ、先生。はい、ということで来ました。まあ、めちゃくちゃ美味しそうです。これでね、約、多分日本円で2000円ぐらいになるんじゃないかなと思います。キープ払いも OK ということで、了承いただいております。めっちゃ美味しそう。あ、ご飯もついとんじゃ。まあ、約2000円ぐらいなんで若干高いかなと思ってたんですけど、ご飯もついて、このすごいボリュームがすごいんで、全然もうこの
一食頼んだらもうお腹いっぱいになるような感じですね。じゃあいただきます。ちょっとピリ辛でうまい。うわこれはビール欲しいな。席から聞こえてくる、違う席から聞こえてくる声とかもう全て中国語です。ラオス人の比率かなり低いと思います。これなかなかね量があるんでね、一人で食べきるのは本当大変ですね。肉も柔らかいわ、うん、美味しくいただきました。ごちそうさまです。お店の外観はこんな感じになります。本日2軒目ラオス某店の、餃子のお店です。はい、ということでちょっとね、映させてくれるということです。あーこんな感じで作ってくれてます。水餃子ですね、めっちゃ美味しそう。めっちゃでかいやん。ほんとね、もうプリプリの水餃子なんで食べるんがね楽しみです。あーできましたね。OK。 あ、先生お箸いただきました。これ結構滑るんだよね、レンゲで食べた方が食べやすいかもわからん。じゃあいただきます。あ、うまいわこれは。ほんと美味しい。めちゃくちゃ具が入ってますよ。うん、これやったら毎日でも食べれるわ。皆さん見てみてください。具沢山で、すごいこの餃子の皮もすごい大きくて、本当具沢山です。あ、うまい。あ、やっぱりね、結構某店、結構山の中にあるんで。昼間はぬくいんですけど、夜になったらやっぱり若干ね冷え込みます。ほんと体が温まります。美味しく水餃子いただきました。めちゃくちゃ美味しいです。もう本場の味、最高です。ごちそうさまでした。またラオスの動画、これからも続きますので、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。すごいね、もうキラキラです。貧困層の方が住む貧民街から見たらこの光景ってどんな感じに見えるのか、少しね、疑問な感じに思ってしまいました。いやー本当に賑やかですね。眠らない街ですね。うん、もう夜のね11時回ってるんですけど、すごい盛り上がりです。こんな感じでね、すごいです。